こんにちは、大沢邦永です。今更聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで接力がぐんぐんアップします。はい、大腰筋の活性ということを見ていっていますけれども、大腰筋は、90度以上でこう活発に動くなんていうところで、日常では今ね、私たちはそんなに動作がある動作ではない、その中で、ここでね、胸腰椎しっかりと支えていて、安定をとっているような筋肉なんていうのがあるんですけども、重要な筋肉でありますけども、今日は発生学的な視点からちょっと見てみたいかなと思います。地球誕生が46億年前、それから2億年ぐらい経って、生命の起源と言われる海ができて、そこから長い年月をかけて、魚類が生まれ、水中から今度は陸に上がってみようかというところで、両生類、爬虫類というところになって、手足がね来て、哺乳類という四つ足の動物になってきて、活動範囲がどん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 広がってきました。そしてさらに人類というものは、その中で哺乳類で唯一ですね、哺乳類の中で唯一、直立の二足歩行ですね、直立のまっすぐとした直立二足歩行というものを獲得したというところになってきています。はい、これは股関節が中間位というかな、今私たちでは当たり前の立位ですけれども、骨盤のこの位置的にはこの下にまっすぐと来たというところになってきていますと。はい、他の動物ではというと、私たちはこれ0度と言ってますけども、これから90度、ここが四つ足動物は基本ですよね。ここが基本で、これを中心に、この前後、この周囲で、こう動きになって、四つ足で支えているというところになります。なので、前に進む、動くという時には大腰筋というところがとても重要になってきているというところになります。じゃあ一番ね、こう活性で使うというんだったら、じゃあポイントは四つ足動物になればいいんですよね。そしてその時に一番活性とかでいっぱい使えるというところなんで、ここでは、前回腰痛とかいろいろのお話をしましたので、予防というかな、活性させるので手っ取り早いというのがだったら、ここでこの位置からの一番使える位置、腰痛足歩行をですね、四つ足、これを四つ足、はい、この時に、軽くね、腹筋とか軽くグッと締めて、こう反り腰にならない状態にしといて、これでと。はい、これを生活の中に入れるだけで、慢性の腰痛とかで繰り返している方なんていうところは、大腰筋活性するのには手っ取り早いかなと思いますので、ぜひね、現場とかでも皆さんの自宅ケアとかにお勧めしていただければと思います。ということで、大腰筋よし。